空が何色かってのあんたには大事なことかい？私にとっちゃ間違いなくそうなんだ。心に目指す空の色、私のはダークブルーだ。服用機の時代から4世代ずっと飛び続けてきた家系に生まれた。だがじいちゃんは私を空軍に入れようとしなかった。父さんの戦死のことでじいちゃんはオーシア空軍を信じてなかった。だがなアビー、お前にも目にしてほしいんだ。あの上の方、成層圏の青黒い空を、その手で自由に操縦するコックピットから。だがな、じいちゃんが放ってよこした雑誌にはこう書かれてた。とうとう戦闘機が無人化されようとしている。今に自分の手で操縦桿を握る人間なんていなくなる日が来る。こいつはいかんぞ。よくないな。知ってるかい？西の砂漠のただ中に前の戦争で使われた飛行機どもが眠ってること。大事にモスボールされた機体もあれば、すっかりジャンクにくたばり果てたやつもある。管理人はじいちゃんのことはよく知っていて、ジャンクの方から少しずつ引き出しても何も言わなかった。そうして飛べる機体を組み立てようとしたんだ。私とじいちゃんと、じいちゃんの昔の戦友たちの手で。私は年寄りたちの間で口が悪くなり、腕を鍛えられ、けれどフルツワモノらの老眼ひどく、結局ほとんどを私の手でこなすしかなかった。操縦の練習機を借りた飛行場でそいつを見た。無人で飛ぶ実験機だ。ヨタヨタして出来の悪い模型飛行機みたいな代物だった。侮っちゃいかん。技術の進むスピードを侮るやつはあっという間に置いてきぼりを食っちまう。6年と8ヶ月かけてエンジンに火が入った。それからまた1年半と少々、機体のバランスを完璧に近いところまで持っていった。私は小娘からもうちょっと年のいった女になってたさ。そして一人ぼっちにも、ああ、じいちゃんと戦友たちの魂がダークブルーに染まった空の上の安らかなところにありますように。その日が来た。こいつで音の壁をぶち破れた。ただ飛び上がって加速し上昇するだけのマシンだ。上昇する。まっすぐに高度を上げ、雲海を突き抜け、空の上の方へ。ダークブルー。その入り口まで来た時、オーシア空軍の戦闘機が見えた。何かを追っかけてる。その時気づいた。この連中が追ってるのは無人戦闘機だ。 G をかけ放題。畜生、なんて運動性能だ。無人機の上にバラのマークが見えた。エルジアの国章だが、海の向こう、別の大陸の国じゃないか。あれだ、この機体に ISS なんか積んじゃねえ。それに旋回は得意じゃねえんだよ。隊の離陸急げ。
迫している。着任したばかりですまないが、君の確かな腕が必要だ。頼んだぞ。関西殿、悪いがさっさとそいつを上げてくれ。聞こえたな。先行してゴーレム隊4機と君の領機が上がっている。離陸し、領機である明治1と合流せよ。明治2、高度制限を解除。グッドラック。港湾設備もひどくやられている模様。これ以上の被害を出すな。食い止めるぞ。明治2、お前は明治1とエレメントを組め。楽器ビジネススタートだ。ゴーレム隊行くぞ。了解。こちら AWACS スカイキーパー。侵入した所属不明の爆撃機を全機撃墜せよ。護衛機の数は多くない。先の攻撃でレーダー設備をひどくやられた。各機の奮闘を期待する。頼んだぞ。ウィルコ、トリガー、俺が領機だ。ここからは俺と一緒に動いてもらう。エレメントとはそういうもんだ。目標の敵爆撃機を探すんだ。目標、ガンの射程内。よし、爆撃機を見つけた。本番だトリガー、お前の腕を見せてもらうぞ。お前は腕がいいってことになってる。タイの決意を埋めたくてな。話を合わせておいてくれ。それは無茶をするな。敵爆撃機の撃墜を確認。いいぞ明日。やるな明日。よしトリガー、レーダーを切り替えろ。敵を探すんだ。スカイキーパー、こちら明治は2人通番率。了解。
機と護衛機だ。トリガー、落ち着いていこうじゃないか。明治通、明治ワンとエレメントを維持しろ。勝手に動くなよ。明治ワン、お前は明治通から目を離すな。ウェルカ、ゴーレム通、エレメントを維持。了解。隊長の背部は私が守ります。いるじゃないか。
接近だ。こちらのレーダーに敵兵なし、オールクリア。名実、お手柄だ。編隊長、トリガーは使えますよ。